皆さんこんばんは。北陸放送アナウンサーの入江美鈴です。今週も北陸放送3階第3スタジオからお伝えしています。今回が最終回ですね。そうですね。今週も県内在住の階段試験 YouTuber 近森富樹さんとお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。去年10月から始まって半年間ですかね。そうですね、うん、あっという間でした。はい、今回はとっておきの話があるということでね、前回の終わりに教えていただきましたが、はい、これはね、僕が一番最初に怪談師という名前で、語らせていただいた、人前で初めて語らせていただいた怖い話。だから僕の中で一番大事な怖い話。それが今回の2つ目のお話ということですか。はい、そうです。うーん、楽しみにしてます。はい、思い出深い話、ね、思い出深い。じゃあ、はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、まあ、この番組では近森さんがこれまでに体験したり遭遇してきた怪異なお話、怪談や不思議な話、奇談を披露していただいています。はい、では今日最初は不思議な話です。こちらは電車にまつわる話です。はい、この話はですね、一番最初に聞いたのはもうだいぶ昔ですね。まだ、僕が高校卒業した頃だったかなと思うんですけども、まだその時ってあんまりインターネットだとか、本当に携帯電話でしかやらないような時代で、まあ、パソコン持ってる人ってすごく珍しくて、うんうん、まだまだパソコンが普及してない。で、インターネットやってもっぱらその、携帯電話なんですね。それでも携帯電話もそこまでまだ普及してない。うんうん、まだ PHS 持ってたりだとか、はい、まあ、ポケベルも若干なくなってきたかな、なんていう時代でしたね。ちょっとその頃に聞いたちょっと古い話なんですけども、とあるね、男性、まあ、この方すごい若い方らしいんですけども、愛知県に住んでて、で、福井県にこの知り合いがいるということで、大学の夏休みを利用してこの福井の友達の方に遊びに来たって言うんですよ。で、福井の友達のでそのお友達っていうのがちょっと福井市からちょっと離れたところにあって、うん、でちょっと場所の方はね、どこの駅って決まってるんですけども、ちょっとこの場で伏せさせていただきますけども、そのすぐ近くだったっていうんですね。で、友達と遊んだ後にもう電車に乗って最後に帰ればいいや。で、終電の一本前だったらまだ愛知県まで帰れる電車があるってことで、で、ギリギリまで遊んでたんでね。で、その友達と別れて、電車に乗るために駅に来たんですよ。でもこの駅って無人駅なんですね。石川県無人駅多いですよ。結構ありますよね。結構ありますね。夜行くとちょっと気味悪いというか、心配な気持ちになります。そうですね。うん、まあ、高校生のとか、会社勤めの方が、その通勤、通学に使うような時間帯って割と人が多いんですけども、無人駅でもこう、ね、割と人が多いんですけども、夜の終電間際って本当に人が少なくて、しかもここ、田んぼの真ん中にあるんですよ。はあ、うん、私も富山県でそういう無人駅に行ったことがあるんですけど、うん、夜10時くらい。うん、もう誰もいなくって、うん、すっごく怖かったです。無駄にこうキョロキョロしてしまって。でもね、ほっとりここ、田んぼの真ん中にある無人駅で、はい、もう改札も何もないですね。うん、で、中に入って、ホームに入って、このベンチに座って、で、当時はね、出たばっかりの携帯電話を触りながら、このインターネットしながら、電車待ってた。で、どれだけ時間が経ったのか、気がついたら目の前に電車がいるんですよ。あれ？いつこんな電車来たって。普通電車来たら、まもなくホームに電車が参りますだとか、その電車が到達する音がしたりだとか、はい、いろんな音してますよね。全く気がつかないうちに目の前に電車がいたって言うんですよ。うん。で、その電車がこう、真っ黒色してるんですね。そんな電車あります？いや、僕はそこまで電車には詳しくないので、うん、本当に存在してるかどうかわからないですけども、はい、真っ黒の電車がいて、ライトだけはついてるって言うんですね。で、電車の中もこのライトがついてるので、見たらその、
乗客がね、数名座ってるって言うんですよ。あ、電車だって。で、自分の時計見たら、本来ね、電車が入ってくる時間よりもちょっと早いんですよ。あれ、もう来ちゃったのかなって。で、出発までまだあって、そこで待ってればいいのかなと思って、その電車の中にこの男性入っていったのね。そうしたら、その電車の中、確かに明かりはついてて、人がいっぱい座ってて、その座る場所を探しちゃったんですよね。でも、みんな静かにしてる。人がいるのに何も物音がしないっていうんです。普通に座ってるんですか？ちょっと普通うにつ座っむて、いたりとか。いや、うつむいたり、背もたれに、もたれかかったりした人たちが何人もいるんだけども、みんなピクリとも動かないっていうんです。不自然ですね。自然。で、目は開いてるんだけども、寝ているような。で、頭をうなだれている人も、本当にもう亡くなってるんじゃないかっていうほど、ピクリとも動いてない。誰一人、身動きを取ってないっていうんです。で、電車の中、明かりはついてるんだけども、その明かりも、こう、光がついてるんだけども、やたら暗い。で、本当にこの、物音一つしないって言うんですよ。こんなに座る場所が探さないといけないぐらい人がいるのにね。で、これはどういうことかなと思いながらそこでうろうろしていると、電車の中でアナウンスが鳴ったんですね。すごくノイズ混じりで、この今で言うような音声じゃなくて、もう古いこのスピーカーから流れてくるような音声で、次はって言うんですけど、そこで途切れるんですよ。駅名とかはな駅いんで名すがか？ないんですよ。次はって言って止まる。次はって言って止まる。で、間もなく発車しますっていう。この時この男性ちょっと気づいちゃったんで、絶対これおかしいと。行き先がわからないし、時間もよく見たらおかしい。だからこんなことはないだろうと思って、その電車からこう降りたんですね。そしたらその電車は、この、音もせずにこう発車していったって言うんですよ。スーッと発車していったって言うんですよ。で、電車何だったんだろうと思って、携帯電話で時間を確認しようと思って、パッと開いたんですね。そうしたら自分の手がこうすすで真っ黒だったって言うんです。携帯電話もすすで真っ黒に汚れて、ボタン触ったら全部こう黒色の指紋がつく。で、何だったんだと思って、この、汚れた携帯をね、拭き取ろうと思って、カバンの中に手を入れると、ハンカチかなんか出そうと思ってね、カバンの中に手を入れると、カバンの中も巣だらけだったっていう。その電車の影響なんですかね。で、そうこうしているうちに、こう、電車が、こう、到着の、ベルが鳴って、見たらその線路の向こう側から電車がやってきて、それはもう本当、今日、この日に福井県に来た時に乗ってきた電車と同じ電車だったから、これだと思って乗ったら、もうそのまま普通に、電車が出発していて何事もなかったっていうんですけども、でもこれね、電車にまつわる怖い話って割とあって、そのうちの一つの幽霊列車じゃないかなっていう。幽霊列車。ゲゲゲの鬼太郎なんかも、この悪いことした人が地獄に連れて行かれるための、幽霊列車っていうのがあるんですけど、水木先生の創作なんですけども、でもやっぱり、これね、福井なんで当然北陸本線ですよね。のとある駅でこういったものがあって。でもね、やっぱり歴史をこう調べていくと、やっぱり列車の事故とかがやっぱり発生してたこともあって、で、火災事故とかね、トンネル火災とか、もっともっと古い時代だったら雪の中に埋もれてしまった。本当に昭和よりもっと前ですね。雪の中に埋もれてしまったっていうような事故もあったりして、で、道を歩いている人を、こう、おじいちゃんが道を歩いてたから、で、車に乗せてあげようと思ったら、そのおじいちゃんがね、いや、今からその、駅にね、迎えに行かなきゃならないんだって言うから、じゃあ、こんなとこにいたら大変だから、乗せてあげますよって言って、電車で送ってあげたら、そのおじいちゃんがいなくなって、車の中からね。で、見たらもう、その線路の中に立ち往生した車があって、そこに電車が衝突してた、事故現場だったっていうことも
この北陸温泉に一つあるんですね。そういった過去の事故と関係してるんですかね。まあ、全部が全てその関係してるかどうかっていうのは分からないんですけども、でもよかったですね、この方乗らなくて降りて。そう、気づいて降りたからよかったうん。の、もし乗ってしまったらどこに連れて行かれるか。もう命なかったかもしれない。それこそその次はなんていう駅、聞き取れなかったというか無音だったって言ってましたけども、でもその音声がかなり古い感じだったっていうことは、かなり昔の列車が現れたっていうことかもしれないですね。だからそれがこの闇のようなものに包まれていて黒いのか、それこそ本当にこの火災か何かが発生して燃え尽きてしまった電車だったのか、まあ、電車なのか汽車なのかわかんないですけども、いや、これもちょっとね、場所が、聞いた場所はあるんですけども、まあ、その駅の近くではそういった事故のようなものは起こってないらしいんですけども、もしかしたらこの線路でつながっている電車っていうのは、もしかしたら他のところの線路からこうやってきてるんじゃないかなっていう、つながってるからこそそう、線路は続くよって言うけ ども、どこまでもって言いますけいど。や、怖いですよ、こういう 取り方しちゃったら、どこまでもって言うけど、本当にどこにつながってるんだろうかっていう。確かにそうですね。そんなポジティブな意味でしか捉えたことなかったですけど、そういうふうに考えるとちょっと怖いです怖ね。いですよ。確かにな。かなり長い距離の電車とかね、今、なんとか線となんとか線が直通してたりとか、何県にもまたがるような関東だと結構あり電ま車すもよあったね。りするので、そういうふうに考えると怖いですね。怪しい電車にもし乗ってしまったらどうしたらいいのか、ちょっと今のうちに考えた方がいいかも考しれえないておですね。きます。対処法をね、考えておかないと。でも異変に気づいたら早く降りた方がいいですね、間違いなく。でも良かったですね、本当に間に合って。でも、半ばこれちょっと都市伝説っぽくなってて、北陸本線の幽霊列車の話がちょっとね、へえ、インター怪ネット談好に。きの中では結構知られてるんですあ、か？インターネットの中でちょっとやっぱ似たような話が多くありますね。じゃあ他の県でもこういう電車にまつわる話あったりすあ、あるんりでますかね。ね？有名なもので、こう、如月駅っていうものはがあっい。たりだとか。まあ、これもちょっと有名、あまりにも有名なのでね。この話も面白いんですけど、インターネットで見つけたりもすることができるんですけど。まあ、その話、ちょっとね、話したいんですけど、長く時なってし間がまなっくた。なっちゃうから、次のとっておきの話に行きましょうか。そうですね。相当怖そうですが、こちら、アパートの空き部屋の話ですね。この話は、先ほども言いましたけども、僕が怪談師と名乗って初めてこう人前で、大勢の人前で話した話、一番最初の話なので、僕ちょっとこれ思い出深いんですよ。で、これは僕の実体験なんです。仮に H さんってしますってよく言ってたんですけども、実はこれ僕の実体験なので。今まではじゃあ H さんとして披露してたんですそうでね。す。これは本当は僕の実体験。より怖いです。この話はですね、僕が小学校の頃、もう僕の小学校の頃は父親がいなくて、いわゆる母子家庭だったんですね。うちの母親が僕と僕の弟を育ててくれたんですね。当時、うちの母親は、いわゆる旅館の、仲居さんだったんですね。仲居さんで、そこで働いていたんだけども、当時、バブルの終わり頃だったので、少しね、リッチなお客様がいて、で、僕の母親のことをすごく気に入ってくれたんでね。で、僕の母親も当然、離婚して独身だったので、で、まあ、子供2人育ててる、僕と弟が育ててるんだけども、なんか、その男性がすごい気に入って、なんなら、アパートを経営したらどうだっていうことで、なんと、アパートの、まあ、管理人ですよね。まあ、管理を任せるって形で、アパートを、建ててくれたんですね。で、僕らはその管理人一家として、そこのアパートに住むことになったんです。でね、もう本当に単身向けのワンルームのアパート。で、1階が居酒屋なんですよ。で、うちの母親はそのアパートの管理人兼居酒屋のママさんとして働くことになってたんですね。で、ここに越してきてからもしばらくして。そうしたら、あっという間に旅館関係者の、いわゆる女性の方、ほぼ女性でしたね。ほぼ女性の方が、住むようになって。
まあ、大体、50代、60代の方が中心で、部屋数は少ないんですけども、50代、60代の方が中心で、中にちょっと若い方がいらっしゃって、で、まあ、20代か30代くらい、ちょっと年齢はわからないんですけども、僕の当時の記憶の中をたぐっていくと、おそらく30代の前半ぐらいの方でないかなと。で、この方も一人で住まわれていて、で、どうやらなんかこう、うちの母親の言う話だと、なんか身寄りがない。なんか、ご家族とも連絡がつかなくて、その契約の時にちょっと大変だったみたいな話してたんだけども、まあ、身寄りがない方だって言って。で、まあ、近くの、旅館で働いていて、そこで、この、アパート、うちの母親が管理しているアパートに住んで、生活していた。その方の部屋って一番上なんですね。3階建てのアパートの一番上の階に住んでいた。で、この方は一番若い方だったので、僕がね、学校に行ったり帰ったりする頃によく顔を合わせてたんですよ。で、面倒見てくれたんですね。でも、面倒見てくれるって言っても、そんな、あれこれしてくれるってわけじゃなくて、本当にお菓子をくれたりだとか、学校に行く途中にちょっと途中まで一緒についてきてくれたりだとか、うちの母親がね、仕事で忙しい時に、ちょっとね、遊んでくれたりとか。まあ、遊んでくれたりと言っても、ちょっと話してくれたりだとか、それこそさっき言ったようにお菓子持ってきてくれたりとか。で、そんな感じだったんです。で、そんなこんなでこのアパートに暮らし始めて約半年か1年ぐらい経った頃だったと思うんですよ。僕が学校から帰ってくると、家の前で、うちの母親と、いつもね、うちの母親がやってるそのスナックというか居酒屋の常連客のお客さんが、なんか揉めてんですよね。揉めてると言ってももう喧嘩してるってわけじゃなくて、なんかこう、どうしたらいい、こうしたらいいっていうような相談事をちょっと目立つとかでやってたから、何やってんのかなと思って、お母さんどうしたのって聞いたら、ちょっとあんた入ってます、家に。家に入ってて、出てきちゃダメだっていうので、もう言われるままこう、部屋の中に入れられたんですね。で、そうなってくるとちょっと気になるんですよ。何を揉めてんだろうって。うちの母親、結構ね、能天気な、能天気と言っちゃあれだけど、お気楽な人なんで、それがちょっと真剣に話し合ってるから、なんかただごとじゃないなと思って、僕はね、ベランダの窓から外に出たんです。まあ、1階の部屋なので、ベランダ開けたらすぐに飛び降りて、外に出れるんですね。中に閉じ込められるってことは基本的にないので、抜け出したんです抜け出ね。したんですね。で、ちょっと遠回りをして、路地をこう2、3個抜けて、うちの母親が、この、常連客のおじさんと喋っている、ちょうどね、植え込みの鍵あたりに隠れて、何話してんのかなって聞き耳立てたんですよ。そうしたら、どうも、一番上の階に住んでいる、あの若い女性、あの方が、連絡が取れない。で、その勤め先かの方から、うちの管理してるから、管理人の母親のところに電話がかかってきたんです。電話がかかってきて、どうなってるのか、もしかしたらいないかって言うんだけども、3階登ったら、呼び鈴を鳴らしても誰も出ない。で、当時まだ携帯電話があまり普及してなかった時代。ほとんどの人携帯電話持ってない時代だったので、家電話ですね。家電話にかけると呼び鈴だけ鳴る。で、外からその、住んでる女性の方の部屋が見える、ね。ベランダが見えるんですけども、そこを見てもこう、カーテンが閉まっていて、中の様子が見えない。でも、この常連客のおじさん気づいてたんですね。きっと、中で何かあったに違いない。で、これはもう確認するしかないし、一応警察にも連絡するけども、もう管理人だからもう開けて確認した方がいいよ。っていう話になってた。で、うちの母親、それを確認しに行ったらしいんですよ。でね、やっぱりこの方亡くなってたそうで、部屋中にこのビニールとかガムテープで目張りをして、ガスの元栓を開いたガス自殺だったっていうんですね。で、そのことがあって、まあ警察だとかいろんなことがあって、処理があって、で、しばらくしたらうちの母親がすごく気がめいってしまって、だん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 元気なくなってしまって、居酒屋の、もうお店ですね。居酒屋のお店も開けることがなくて、ちょっと塞ぎ込んでしまって。で、もう僕もまだ小さかったので、どういういきさつがあったかわかんないんですけども、このアパートを他の人に譲って、僕らは引っ越すことになった。
うちの母親がもう、気がめいってしまって、うん、本当にもう無理だと。ちょっと離れたいっていう気持ちもありますよね。うん、そう。で、その後僕は、いくつかいろんなところを転々としながら、この町を離れたんですよ。それからね、年月が経って、ごく最近、本当に最近、数年前、2015、6年頃ですね。この時に、久しぶりに僕、この町に戻ってきたんです。うん、本当はちょっと用事があって、近くに住む、当時仕事をしてた時に、お客さんがいたので、そのお客さんのところに行く用事があったんでね。その時にこう車を走らせると、あ、そういや、ここ、僕が一番最初に住んでた、そのアパートを経営してた、近くだと思って、車を走らせたら、そこあったんです、まだ。取り壊されてなくて、下が、1階がね、居酒屋の状態でまだ残ってたんです。はい、あ、このアパートまだあるんだと思って、気がついたら僕そのアパートに立ち寄ってたんですよ。え、どういうことですか？近づいて？近づいてしまった。うん、で、下から見上げたら、うん、そういや、あの3階の部屋で女性が亡くなったんだよな。それで僕ら引っ越していったんだなっていうことをこう、バッと思い出してきたんです。うん、よく見ると、下から見上げるとその部屋、空き部屋のようで、うん、カーテンがかかっていて、片っぽのカーテンは開いているんですよ、うん。で、あ、人が住んでない。中に様子を見てる、窓の様子からね、伺い知る限りでは、うん、ベランダになんかこう枯れた観葉植物が置いてあったり、ビニールのね、袋のようなものが縛って置いてあって、それもだいぶ風化してる。で、明らかにこう、だいぶ管理してないなって感じ。それから何を思ったか、僕階段を登り始めたんです。狭いコンクリートのあのアパートの階段をコツコツ登り始めて、うん、全く無意識なんですよ。不思議ですね。うん。吸い寄せられるようにその3階まで登っていったんです、はい、うん。で、そこの女性が住んでいた部屋の前に立ったら、部屋の前にもいつのものかわからない観葉植物のプランターだったり、柄の折れたほうきだったり散らばってて、うん、ポストの中には郵便物がこういつのものかわからないようなフリーペーパーが刺さってて、それがもうボロボロになってると、うんうん、あ、ここ人住んでないんだと思った時に、なぜかドアノブを引いてしまったんです。え、それも深く考えずに、深く全く何も考えない、開けようと思ってはないけど、うん、そう、手がいってしまったみたいな。で、ここね、当然空き部屋だろうと、空き部屋台で鍵がかかってるだろうと思ってたから、うん、ガチャガチャってやったら開かないと思ったんですよ、はい、でも開いちゃったんですよ。鉄のアパートの扉がギーって音立てて開くと、うん、何にもないです。ガランドの部屋、うん、奥にカーテンがかかってる。でもそれは下から見上げたと同じ、片っぽのカーテンがかかっていて、片っぽのカーテンはレールから外れてぶら下がってるんですよね。で、それがその外の光を入れてるんです。で、足元を見ると、ほこりをかぶったスリッパが一足揃えておいてあって、これも誰も使った様子なんだ、うん、あ、やっぱり無人だと思って、僕はそのドア、音が鳴らないようにそーっと閉めたんですよ。で、僕は何やってんだろうと。こんな、ね、自分のもう離れてしまったアパートに戻ってきて、何をやってんだろうと思って、下に降りようとしたんです。で、下に降りようとすると、下から誰かが登ってくるんですよ。うん、ベージュのスカートを履いて、グリーンのセーターのようなカーディガンのようなものを羽織った女性が、うん、下から登ってくるんですね。で、階段の途中から見てるので、はい、その方の頭頂部、うん、頭のてっぺんしか見えないんですけども、うん、髪の毛は少し、長くて、はい、少し茶色っぽいカラーリングがされている髪の毛では上がってきた、うん、あ、もう行き場がないわけですよ。だってこの3階には2部屋があって、向かい合うように部屋が建っていて、もう片この部屋は空き部屋だったから、もうこの向かいの部屋に住んでいる人に違いないと、うん、そうなってくると僕ってその不審者だから。そうですね、うん、不法侵入みたいな感じですもんね。そう、なんで入ってきたんだってな、うん、ことになっちゃうから、あ、この間違って入ってきて、このすっとぼけたような、ね、感じでやり過ごそうと思いながら何か言われたらね、はい、で、その女性が上がってくるのとすれ違うように
降りてきた、うん、そしたら階段の踊り場付近でちょうどその女性とすれ違ったんですけども、うん、その女性すごくこの酸っぱい匂いがするんですよ、うん、何か腐ったというよりも何かこう薬品のようなね、そんなスーンとする匂いがするんですよ、はい、なんだろうこの匂い、香水でもないしなんだろうと思ったんだけども、別にこの目で追うこともなくその女性を上に上がっていったの、うん、はい、で僕はその階段を降りていって一番最後1階に出て外を本当に何気なく見たんですよ、うん、なんで俺こんなとこに入っちゃったんだろうと思って、うん、何気なくそのさっき言った3階のあの部屋を見たら、あのさっきすれ違った女性がそこのベランダに立ってるんですよ、うん、ベージュのちょっと長いスカート、はい、グリーンのニットのようなカーディガン、うん、そしてちょっと髪の長い女性が僕の方をじっと見下ろしてる、うん、思わずその人と顔が合ってしまった、はい、でもその女性の顔って輪郭の中に目とか口とか鼻がバラバラの位置についてるんです。歪んでるっていうことですか？歪んでるのではなくて、目とか口が動いてるんですよ、うん、本来口があるところに目があって、目があるところに鼻が行ったり耳があるところに口が行ったり、こう蠢いてるんです。まるで全部のパーツが意思を持ってるかのように、うん、ぐる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 顔が動きながらその移動する目で僕をこそじっと見てるんです。で僕思わずその場からもう立ち去って逃げてしまった、はい、うん、それがその2016年か17年頃の夏の頃の話です、うん、でね、この後でいわゆる地図を見れるアプリありますよね、はい、うん、地図を見れるアプリでなんとなくここのアパートの写真を見たんです、うん、そしたらそれ多分日付ごとにこの多分撮影する車がやってきて、それがこう撮影してるんだけども、それがいつ頃撮った写真かっていうのがちょっと出てるんですね、うん、その日付を見たら本当に僕が訪れたその年のその月のほんのわずかな時期、うん、でそこらに生えてる植物の色合い見たら多分同じような時期、うんうん、でその写真をね、上の方にそのあの女性が現れた部屋をぐっと見ると、そこってカーテン閉まってるんですよ、うん。ぴったりカーテンが閉まってて、僕が見たのと全く違う新しいカーテンがかけられてるんです。で、それ、本当にいつ撮られたか。正確なその日付までは表示されてないけども、月は合ってるんです、うん。だから、僕があれを見た後に誰かが入ったのか。うん、それとも僕が入る直前まで誰かいたのか、うん、そんなような体験をして僕の怪談史っていうものはスタートしたの。実体験なんですね。なんか足がガクガク震えます、怖くて。まあどことは言えないですけど、実際ここ僕がの母親がね経営していたアパートなんです、はい。なんででも近森さんそこに近づいていったんでしょうね。全くわかんないですね。本当に無意識でした、ね、うん、行きたいなと思ったわけではないんですよね。じゃないです。ちょっと興味があって見ててって感じですよね、うん、本当にただあ懐かしいな、そういうここに住んでたなって感じで、うん、吸い寄せられた感じ。はあ。しかも知ってます、近森さん、近森さんが言ってた女性の特徴と私の服装今日一緒ですからね。上緑で、これ偶然なんですよ。下がベージュで、しかも髪も少し茶色くて、いや長め。もう本当にそれが怖くって。いや、これ本当に偶然。偶然ですか？偶然ですよ。合わせに来てるのかなとかまで、ちょっと聞きながら思ってたんですけど、いやいや本当ですか？この話って結構してて、この、必ず決まってベージュのスカートで、うん、グリーンのカーディガンっていう。私、ニットですけどね、うん、まあ、カーディガンとかと同じような素材で。こう色合いは一緒ですよ。それでなんかゾッとしてました。いや、ゾッとするのは僕の方です。動画で見ればね、確認できますよ、皆さん。なんでって思った。私もなんでって思いました。私の怖さを煽るためなのかとか考えてましたけど、本当なんですね。いや、僕が話そうと思ってた、これだって、
この収録の前日に予行練習してるんですね、うん、あ、そうなんですか、うん、予行練習もちょっと仲のいい人たちに聞いてもらいながら予行練習してたんですけど、はい、その時も同じ、うん、当然同じ実体験なんで、へー、私軽いあらすじは事前に聞いてますけど、うん、全然その詳細までは知らずにこのね収録の時に生で聞いているので、うん、その何にも準備してないです。違う配信とかも聞いてないですし、うん、私近森さんの、そうですね、はい怖いです、非常に怖いです。でもこんな怖い中今回が最終回ということでね、はい、今まで近森さんはずっと YouTuber として発信してこられましたけど、はい、このラジオでの番組振り返っていかがですか？やっぱり楽しかったですね。僕はやっぱりその、うん、小さい頃からラジオ少年だったので、小学校の頃はずっとこのラジオを聞いていて、うん、育った世代なので、テレビ見てた時期よりもやっぱりラジオを聞いてた方が長くて、うん、でラジオってみんなが聞くっていうよりもその個人個人一人で聞くっていう人の方が多いので、はい、でそういったね一人で聞いてる人にこの届くようにちょっと心がけて、うん、語りかけるようにそうやらせていただきました。いやでも本当に私も違うラジオ番組に担当していて、そこにこの番組の感想も何度もいただいたんですが、うん、皆さん本当に怖いですとか、車の中でこの前は聞いちゃってトラウマになりましたとか、うん、いろんな感想いただきました。いや嬉しいです。いやでも私も本当にいろんな話が印象に残っていて、東京の公園の話とか、うん、あとは小松にある地下道の話とか、今もうなくなりましたけども、そうですね、うん、あれ以来私は地下道を通ることもできなくなり、公園を通って近道することもできなくなったりとか遠回りして信号を渡ったりとか、そんな生活をしていますが、まあ、いろんな話を聞いて、なんか階段はもちろん怖いんですけど、その中にいろんな考察があって、近森さんの、まあ、勉強熱心なところとかもあって、よりこの階段のストーリーが厚みがあって、すごく楽しませていただきました。はい、ありがとうございます。いや寂しいですね、終わっちゃうの。またね、何かやってくれそうですね。また最初は特番でしたからね。そうですね、最初は特番だったので、うん、また同じような形で特番とかね、やりたいですね。そうですね、そういう時はもうぜひ呼んでくださればすぐに駆けつけます、はい、私も担当できるかわからないですがまあそんな時が来るのを楽しみにお別れということになりますかね、今回は。はい、はい、では最終回になります。近森冬月の怪談奇談、またいつかどこかでお会いしましょう。さようなら。さようなら。